こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、私のところには毎日たくさんのママたちからの相談が来るんですけど、もうその中で子育ての相談っていうのと多分ね同等ぐらいに多い相談があるんですよ。これがねセックスの話なんですよ。私毎日セックスっていう単語どんだけ言ってんねんっていうぐらい声に出してセックスセックスって言ってるんですけどね、こんなにセックスの問題、セックスで悩んでる人がいるっていう、私たち人間にとってセックスってなんやって改めて考えて、でこの間ねマークとセックスについてちょっと喋ろうって言ってセックスについて一晩喋ったよね。一晩喋ったもうなんかすんごいなんかもう話うわー盛り上がってきてね、なかなか面白い視点でのセックスの捉え方とかそんなこともね出てきたので、これ二人でね二人だけの話にしてたらもったいないなって、こんだけセックスで悩んでる人多いねんからちょっとシェアしようやっていうことで、マークとセックスについて語りたいと思います。頑張れんでいいね、適当でいいね、はい、はい、じゃあ語りますよ。セックス一晩語ったからな。語ったっていうかこんなセックスのことを一晩喋るってなかなかないよね。ないやろな。ないし一般の夫婦でもないな絶対ない。だってさ、セックスってさ、若い頃って10代の頃とか思い出して、10代20代の前半な、遊びまくってた頃よ、はいはい、その頃って、セックスっていうものを深く考えてこうセックスとはって考えたことないやん。ないない。ただただ欲求のままにやりたい、性欲のまま、そうそう、性欲と、あとはなんかもう、興味みたいなとこかな。興味やな。興味関心、関心、なんかこう、セックスなんか、覗きたい、なんかそういう軽いもんや。で私ら女子も多分やっぱ同じように興味とか、まあ性欲ももちろん女子もあるし、でなんかこう彼氏ができた、彼氏とセックスみたいな、なんか、あなんかかっこいいみたいな、なんかキラキラみたいな、私充実リア充みたいな、そういうところだけでセックスってあったよね。あったあった。で結婚してから俺何言った、あいつ何人やクソ負けた勝ち負けやなもうある、もうあったよな、そういうしょうもないことをやってたよね、でもさこれがで結婚ってなった時、でもさ結婚する時もその夫婦になるその相手のね、女性とね、さ僕らにとってこれから長い夫婦生活ずっと送っていくにあたって僕たちにとってセックスってどういうもんだろうね。語れへんないやんそんな夫婦やからする、そう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 、子供が欲しいからする、でよく結婚式のさ誓いとかであるやん、なんか、これから夫婦になって浮気は絶対しませんとか家事は手伝いますみたいな、こういうのを誓いますとかでこう結婚式とかで笑いが起きるみたいなのあるやん、結婚する前にここだけはっていう夫婦で取り決めみたいなのをさやるっていうのはあるけど、その中にこう、セックスに特化したそういう2人の取り決めっていうかな、そういうのっていると思わん。まあその取り決めも必要やし、夫婦でセックスとはっていうことについて語る、話し合う、じゃマークのセックスの価値観っていう、私の価値観どういうふうにそれを位置づけてるかみたいなのって言わな分からへんやんか、まあ僕はこの間喋っとったんや、改めて今還暦プラス1歳、61歳になってセックスってこの命の基盤ちゃうの、深い深いわ、深いです。気づいたよ。何、命の基盤で何、そうよ、生きる、元気に生きる、生きるで世の中の役に立つっていうことはエネルギーがいるやん。いるね、いるやん。メンタルの安定とかも必要ですね、そう、もちろんビジネスやった目標立てるとか、なんかゴール決めてさあいついつまでやるぞとか、それでテンション上げるとか、まあ子供を育てる、生活していく、家族を養う、そこでテンション上げる、もっと深いもんやなと。それでテンション上がるんやけども、そのテンションを上げるためのエネルギー源だってことで、僕はあの時あれ喋っとって気づいた。それがなければその仕事とか家事手伝うとか、ママに寄り添うとか、そこのモチベーション、それのために必要なエネルギーない状態だ。30代の頃、結婚する前後、子供がどんどん0歳から生まれて1歳2歳になっていく頃、男ってめちゃくちゃ働くよ。そうやな、家族養っていかなあかん、責任が一緒で一番働くよ、まあ家も買うこともあるやろし、責任ガーンとよっしゃやったれっていう、それがエネルギーになるやん、エネルギーになるんだけども、
でもそれって一生もんちゃうやん。そうやな、子供は育っていくし、育っていくし、落ち着いていくし、出ていくし、子育て終わっていくし、終わっていくし、長い目で見たら、そうや、どんどん目標なくなってくるから、エネルギー、何のために頑張るんやという 目標なくなってくるから、老けてくる。セックスも年齢が上がるたんびに子供の成長とともに少なくなっていくよ。これは一般的になっていくよ。そりゃそうやな、僕と同じ年齢の60歳、つれ、はい、セックスある人って聞いたら、お前何言うてんねんって言われます。それが普通や。しないの？しない。通常61歳ってないない、うん、でも奥さんとは仲良くやってるの？奥さんとはその離婚もせんと、うん、仲良くは普通に暮らしてるけども、うん、もちろんあの離婚した連れもいてるで、うん、でも夫婦でいてる連れの話な、うん、普通に仲良くしてるけども、うん、ないよ。でもさ、ほらマークの友達、私もちょっと会わせてもらったことあるけど、うんうん、みんなやっぱ61歳って、あ、61歳ってこんな感じになっていくんや、見た目年齢な、うん、うん、うわーおじいちゃんだってやっぱ思った。本当におじいちゃん、違うよね。いや僕は全然違う。でその違いって何かなって思ったら、セックスしかないねしかないしかないない。本当に僕が今こうやって若く見てね、あのメンタル的にも内面も若く折れる。もちろん子供が小さいいうこともあるで、まだ1歳だからね、一番下がね1歳5歳いうこともあるけども、いや違うねんな。やっぱり紐を解いていければ、これはセックスや。ひさことセックスすることが一番の今エネルギー源。30代の時家族がおるから頑張ろうっていうエネルギーはあった。でももっと根底に2人でセックスがあるっていうこと自体が一番やっていうのが気づいたんや。じゃあ性欲とかではない？違う、もうそういうもんじゃない。お、うん、まあ おそらくあの2人とも2人の中の愛っていうもんめっちゃ感じてると思うね。それは、はい、うん、それをさらにセックスによって2人がなんて増殖していく怖っ、マークとちさ子がうわーっと愛がさらに膨らんでいく。その膨らみがエネルギーや。それを持って、うん、ね、私やったら YouTube こうやってエネルギッシュにやってる、うん、その源は何ですか。そうそう私いつもこうママたちがこうやって応援してくれることがね、うん、とか言って、それはもちろんそうなんだけど、そうそうそう、そう私もでもそれは思うよ。セックスは、うん、あのそのエネルギーにはなってる。うん、いろんな研究もあるやん。あるあるある、そうよ、うん、10年ぐらいいろんな年齢の人のセックスの回数と見た目年齢っていう研究があったり、うん、スウェーデンのね、うん、するやん、うん、それでもはっきりしたるよな、うん、そこでは見た目年齢、週に3回以上セックスする人は見た目年齢が7歳若く見えるっていう研究結果があるんだけども、うん、申し訳ありません、僕なんか20歳ぐらい若く見られる。なんで申し訳ありませんや誰に謝ってるいやいや、この間言われたもん、40ぐらいに見られる。34歳のパパに言われた、マークさん、あの免許証見してください。あ、うん、それたまに言われてるよね、いろんな人に疑われてね、昭和35年、うおーみたいな、昭和35はい、これや、その時にってなるよ。その根源は何かってなったら、やっぱりそこしかないよなとなってくると、セックスの意味、うん、うん、その結婚した時のそのまあ夫婦やからやろう、うん、いや性欲を満たすためにやろうって男性はなるよな、うん、でもだんだん忙しくなってきたらそっちに気持ちいくんでな、家族を守らなあかんのでそっちに注力するんで回数も減ってくるっていう流れになるんやけども、一般的にね。でも一番の根底っていうのは、男が外の世界で成果を出すためにはセックスが必要、エネルギーが必要、エネルギー、それが本物のパワーな、うん、私は助産師なんでね、しかも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 愛情のないのはあかん、うん、そうやで、うん、医学的にもそうです、うん、買うセックス行為っていうのは、うん、その本当のパワーにはなれへん、うん、でもそれで性欲を満たすっていうのは大丈夫や、うん、性欲を満たすのはね、それでいい、のでお金払う、うん、それは問題ないと思う。本当のパワーを出る、それで、まあ、社会の貢献ができる、大きな働きができる、まあ、別に小さい働きでもいいよ、全部ひっくるめてなんか人に喜んでいただけるパワー源は愛のあるセックスかなと思う。それはもう実感として感じるわけ。いやいや、僕久子大好きやし、もう大好きやし、
もう本当にあの南大阪南のナンパ王の時は誰でもよかったよ。特に私イケてるでしょ、でもナンパしてみ落ちへんよっていう子をナンパするのはもう大好きやったそれはそれで違う全然世界がな、うん、だからあのセックスが軽いもんやから、ね、軽いもんやから、うん、今はそうじゃないよ。性欲の塊いうかな、まあ、落とすゲーム遊び、うん、ゲームかな、ね、うん、相手の気持ちとかどうでもいいもんね。そうそうそう、遊びだもんね。だからそこら辺がこの61歳になってめっちゃ気づいて、だから回数増やさなあかんな頑張ってんねんな。いやいや頑張るっていうかさ、すっごい楽しいやん。まあ、楽しいよ2人、うんうんうん、だから本当に昔の思うその若い時に感じるセックスっていうのと全然ちゃうと思えへん、うん、昔は私もだからこう女性として見てほしいっていうね、うん、私を認めてよ、うん、もっと私のことを女として見てみたいな、うん、なんかそういうだからそれって多分性欲とかの次の段階の、うん、そうやな感じかな。そでそこで悩んでる人たちが多い相談に な私そこも超えてるんやわ、うんうん、そこに関してはそのセックスあろうとなかろうとね、うんうん、どんなスキンシップがあろうとなかろうと、うんうん、その私のことを見てくれてる、うん、私のことを愛してくれてる、うん、そこに対しての絶対的な信頼っていうのはもうあの確固たる自信なわけよ。信頼やねん。そうあんねん。もうだから、うん、そこがこうセックスで満たされるっていうことはなくって、うんうん、私も次の段階に行ってるのね。だからそこが信頼がお互いし合えるっていう関係っていうのは非常に癒しの空間やな。うん、そうやな。安心できるな。うんうんうん、うんうん、信頼っていう言葉は非常に重要やな。うん、だから信頼がある上で、うん、だから今私たちのセックスってすっごいカジュアルじゃない、うん、カジュアルやな。さあやろうかみたいな。なあ、ボン行くで、よし行こうかみたいな、めっちゃカジュアルなんですよね。でそこに立って私を見て、私を女としてみたいな、そういうなんかこうぐじゃぐじゃした感じはだからないから、そいやそれも大事やね。それも大事なんやけども、そう超えたもん。もう段階があるっちゅう話。そうそう、段階を超えてしまったので、そこはもうだからみんな感情的にはみんなあの、うん、大事や、いろんな段階で、ね、うん、だから30代はそうやった。僕らの、そうそう、今僕が自分48やろ、僕61の段階やでの気持ち超えたわ、うん、超えたわ、そういうものを超えて、うん、だんだんあの山頂が見えて、山頂っていうのはどこか分からんけども、うん、あの高い山に登ってきて景色が広く見えてきてると、うんうん、だからもう自分がとかっていうんじゃなくて、うん、やっぱこう男性であるマークの気持ちに寄り添いたいなっていう気持ちもあるし、うんうん、でやっぱコミュニケーションとしてこうセックスの時でやっぱ忙しかったらどうしても喋る機会がなくなるけど、そうそうそう、セックスの時でやっぱ会話する時間にもなる、 そっからの延長上のセックスだからって考えたらコミュニケーションの時間にもなるしなと、そうそうそう、これも大事やなとか、 そんな感じであの無理にとかでもないし、もうなんかお互いがお互いのことにあの気持ちに寄り添いながらしようかみたいな感じに今もうなってるもんね。なってるもんね。でもこれ医学的にもさ、うんね、この間も話してる時にちょっと説明したけど、うん、あの助産師的にはね、うん、セックスっていうのはもうすごいやっぱりあの心身の健康に効果があるっていうのも言われててね、うん、これも研究なんですけどね、うん、50歳から83歳の、カップルを調べた時にね、これ1週間週に1回以上をセックスをしているっていうカップルを調べて、50歳から83やで、ね、年齢結構高い。でその時にあの結果出てきたのもね、うん、言語能力が高いっていうのが出てきた。あと空間認知力がすごい高いっていうのが出てきたんですよ。だから脳の機能をアップさせるっていうのが週1回以上のこの壮年期と呼ばれる、そこから老年期に入っていくカップルのセックスの週1回以上のっていうので、もう結果がこうやって出てるんですよ。仕事今バリバリやってるのって、そのセックスによって脳の機能がものすごく活性化されてるの。同じ61の男性もやそんなもんとか言ってる人たちって、あの脳が老化してるっていうことではないけども、活性化っていうところに関してはもうこう上は向いてないよね、きっと。でそれがやっぱセックスによって週1どころじゃないやんかそれによって脳の機能がガーンって上がってるから頭が切れるわけよ。これもだから若さ保つ秘訣やんか、うん、っていうようなこともあるし、あとはね、男性で言うとね、これも週1、週1回以上のセックスをしてる人って明らかに前立腺がんのリスクが下がるっていう結果があります。今話聞いとってな、うん、で僕どうかなって、そうかなそうかなって全部思うんやけども、もう一つあるわ。
僕が感じた、うんうん、自己肯定感が上がる。あ、これもそうよ。メンタルが上がるよ。メンタルが上がるっていうのは、うん、その何やろ、過去にそれで不安に陥って動けなくなった時の自分がおったとして、うん、今同じもん来てもありがとうって言える、うん、強くなってるね。そうそうそう、ストレス耐性が上がるって、ね、そうそうそう、これも言われてるよ、医学的に。そうそうそう、おっしゃ、これでまた次のステージ行けるよって思えるようになってる、うんうん、めちゃくちゃいろんなことにいいんじゃないかなと思う。その信頼っていうことが大きいで、めちゃくちゃ、うん、久子と出会ったおかげで今僕はこういう生活もできてるし、もう感謝しかないし、ありがとうっていういつも気持ちやねん、うん、久子美味しいご飯作ってくれていつもありがとう。よう、え、さっきあの昼ご飯あんだけ凝ったもん作って、え、晩ご飯もうこんなまた凝ったもん作って、はあ、めっちゃうまい、ありがとういつも。本当にね、いやもう涙流れてくるぐらい美味しいの作ってくれて、そのなんやろ、その信頼関係とか、うん、その上で、うん、僕らはセックスを重ねてるけども、うん、そこが非常に心地よい世界やね今。そうそう、心地よい世界だね、うん、そう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 、うん、もう何とも言えへん、もうなんか、うん、セックスの後言葉にできへんから。そうそう、できひんね、もうもうめっちゃよく眠れるし、うん、セックスの後すごい睡眠の質が上がるのよね、うん、それもだから翌日起きてさ、今日も頑張ろうっていうモチベーションにつながるし、うん、でやっぱさっきも言ったね、自己肯定感上がるっていう話してくれたけど、これも医学的に言うとセックスの時ってこう満足ホルモン、幸せやなって思えるようなエンドルフィンとかね、オキシトシンとかセレトニンっていうホルモンがジャーンって出るよね。でこれもね、ホルモンってさ、男性ホルモン、女性ホルモン、あとはまあいろんな体ってホルモンいろいろ出てるけど、ホルモンって年齢とともに衰退していくしかないわけよね。どのホルモンも増えるものってないやん。ないよね、唯一一個だけ、うん、年齢とともにどんどん増やすことができるホルモンがある。何や？オキシトシンや。お、オキシトシン。幸せホルモンや。これってね、好きな人とくっついたりとか、可愛いペットを抱っこしたりとかっていう、あ、なんか可愛い、幸せ、いいなって思う、そういう気持ちに、美味しいもん食べた時も出るんやけど、オキシトシンって。これってセックスの時ドワーンって出るんやって。これ長く年取ってもずっとセックスがある人たちって90歳を超えてもオキシトシンっていうホルモンは分泌量が増えていくんやって。でこれってイコール自己肯定感つながっていく。で大きな器でいろんなことが起きた時もいいよって言ってあげれるようなメンタルの強さっていうのをもたらすっていう、許せる心も出てくる。そう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 、ちっちゃいことでごちゃごちゃならない、まあ、うん、いいよいいよ、オッケーオッケーって言えるようなね、うん、だからセックスってほんますごいんですよ。なるほどな、うん、でもちろんまあね、血流も良くなるし、スポーツ的に言うと心肺機能上がるでしょ、スポーツだからね、あんなね、うん、心臓病とかもこれ週1回以上のセックスで、うん、心臓病のリスク 45% 減やで。いい、そう、45やで、めちゃくちゃ大きいな。そうやで、うん、で血圧の変動を、ね、安定させてくれるっていうのは、だからストレスがあるとき人間って血圧上がるわけよ、うん、でカーッとなるわけよ、うん、それをセックスによって心肺機能が上がって、血圧の調整って免疫機能っていうところ、うん、免疫ちゃうわ、うん、自律神経、そこに働きかけることで血圧の変動を落ち着けるっていう効果がある。効果ばっかりやな。そうよ、僕が話しても自分が話しても効果ばっかりやん。でそういうのをこう医学的に聞くっていうのも、うん、あ、そうなんだっていうのはあるけど、うん、それを私たちも年齢を重ねてるから、うん、自分の体としてね、うん、心として、うん、あ、これがそうやわみたいな、全部こう実感としてつながってるやん今、うんうん、そうやな。だから私たちはセックスをするよね。そうやな、うんうんうん、いや本当に本当にこの人間にとってセックスっていうものは本当重要なんやというところ、うんがもう恩恵しかない、恩恵しかないんやなっていうの、うん、この信頼関係のあるセックスね、うん、ともちろんね、そうもちろん、うんうんうん、だからもう30代20代30代40代で頑張ってる男性パパに言いたいよね、あなたそんだけ頑張ってくれて仕事ありがとう、でもなセックスやってるか、あ、うん、そこやな、セックスしたら1回じゃないで積み重ねていくんやで、セックスっていうものがより人間力が上がって仕事力が上がって、ね、会社の世の中の役に立つぜって言ってあげたいよ、うん、まあそうよね、人生の先輩としてやね、そうね、うん、
言ってあげたいな、うん、でもこんな本当にな、学校行っても教えてもらわれへんしな、ね、そう教えてもらえへん、うん、で逆にまあパパはイケイケでやりたいよって、うん、でもママの方がもう無理でって、でもうそんなんもういいですとかよく言われんねんけどね、これもちょっとね女性たちも考えてほしいんですよ、うん、セックスしてたらね肌が綺麗になるんですよ、女性ホルモン活性化する、うん、下が綺麗、髪の毛もサラッサラツヤツヤになるんですよ、女性ホルモンが増えるから、もうであとダイエットになるよね、うん、運動だからね、はい、ウエストとかもくびれができるしね、あとは、生殖器、うん、そこに血液がしっかり充満してきてくれるので、うん、あんま40代になって更年期とかなってくるとだんだんね生殖器のね潤いとかもなくなってくるし、乾燥して痒くなったりとかね、いろいろ出てくるんですよ、そういうのも全部防いでくれるっていうすごくいい効果がある、女性にとってほんまダイエットになるわ、肌きれいになるわ、女性ホルモン活性化されるわ、いつまでもすごいこう魅力的なキラキラした女性でいられるっていうのはめっちゃ恩恵やと思うんですよ、だから産後でホルモンの状態変わってやりたくないパパなのとかって言ってる人たち、ちょっとその自分が綺麗になりたいでしょ、そこは女性で居続けたいでしょ、いつまでも 若い組見えますね言われたいじゃないですか、だったらちょっと頑張ってパパの誘いをね、あの全部断るんじゃなくって頑張ってみてほしいなとも思うよね、しかも基本的にはね、うん、これめっちゃお買い得じゃない、お買い得、意味がわかります、今気づいた、意味がわかります、愛がある夫婦ではセックス無料やサプリ買わんでいいやん、あサプリサプリ、いやいやそういうな薬を買ったりいろいろ肌きれいになる薬、あそういうことで、そうそうそういうことで、いやびっくりしたびっくりした、いやいやセックスにお金、うん、なんかよからぬ方向に行くんかと思って、違う違う、あそういうことで、そうね、そうそうそう、あはいはいはい、はい、サプリね、そうね、そんだけ一番いいこと尽くしの結果を出せるのが夫婦で無料でできる、しかも心も満たされて免疫力もついて心身も、ね、心もこう元気になれて、うん、そして次の日のパフォーマンスが上がる、パパも嬉しいわ、ママがどんどん綺麗になっていくから、僕は久子と出会ってからもうずっと見てるけど一番今綺麗ありがとうございます、ずっと綺麗を積み上げていってますます磨かれてると思う、だからめちゃくちゃ綺麗になってきた、いや絶対これセックスしてるから、だから僕のテンションがまた上がる、うん、やろ、お互いな、まだ1歳児5歳児とかいるからね、そうや、これまだまだね、これから頑張っていかないといけないからね、いや僕はエネルギー上がりすぎたな、最近なもう200歳ぐらいまで生きると思うわ悪いけど、そうだから、ね、13人目もな、いくね13人目な13人目もな、うん、この間面白かったな、私が、うん、今日あたりハイラミかもって LINE 送ったんですよ、ほんならそれに対して速攻で返事返ってきて OK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 3 個返ってたよもうね、ブログ夜遅まで書いてるこの YouTube の部屋がね明るくてもう時間を忘れてここで仕事できるんで夜遅までやってるんですけども、そういうあの連絡をいただきましたからお迎えに上がりまして、そう嬉しそうにドアやるやるやるちょっと今ブログやってんねやんか誘っといてねっていうカジュアルだね、そうそうカジュアル、めっちゃカジュアル、うん、だから本当にいいこと尽くしなんで、そうコストパフォーマンスも、うん、で2人が若々しくいつまでも折れる、うん、それってやっぱ子供も嬉しいと思うね、僕はパパママが申し訳ないけど61なんで61歳の連れいっぱいいてます、その上の先輩も見てます、現実の見てます、暗いないや夫婦仲いい、めっちゃ仲いい夫婦いてんねん中にも、だから微笑ましいなと思える夫婦もいてる、でもなんか目的を失って子供おれへんなって自立してそのテンションが全体に下がってる、一般的に年老いていく感じ、でもさたまにさ小町歩いてて、うん、すっごいおしゃれな70代80代ぐらいのさ老夫婦が手つないで歩いてたり、めっちゃ見てしまうよ、めっちゃかっこいい、あ僕らもよう言って、僕らもこんな夫婦になりたいな、なりたいな、もうほんまにあれって信頼っていうものがにじみ出てくるやん、こう見ててもさ、そうそうそう、もう絶対的な信頼、そうそうそう、安定さも見ててももうなんか安心するよね、だあの状態の延長上にあるセックスってまたこれきっと素敵なんだろうなって、本当に素敵や、うん、だからセックスっていうことについて向き合うっていうことが全然なかったけど、うん、なこうやって夫婦で話してみるっていうのが、夫婦で話してみるっていうのはすごく重要かなと、すごく重要やな、うんうん、だあもう一回言っとくけど、うん、私にとってセックスは、うん、私のこの価値観ね、これ別に合ってる間違ってるじゃなくてね、うんうん、私は
セックスって夫婦の中ですごく必要なものだという認識があって、うん、これから先もできる限り、うんうん、セックスはしていきたいなって思ってる。全く同感でございますありがとうございます。だからここら辺をね、はい、あなたはどう思ってる、私はねっていうところをこの結婚をするときにね、やっぱある程度こう共有しとかないと、どうなんやろどうなんやろ、いやこう思ってるに違いないって思い込んでしまうと、うん、いやそうじゃない場合ってあるやんか、言わな伝えな分からへんやん言葉で、な夫婦やからあうんの呼吸で分かるでしょ、言わなくて分かるわけないやん、そんな他人やのにさ、親子でも分からへんのに。そうそうそう、そうだからセックスについてこうで夫婦でどんな風にそれを自分の中で位置づけてて、どういう風にありたいか、あなたにとってセックスとは何かみたいなのって夫婦で語るって重要やな、すっごい重要やと、まあ、カップルでもやね、そう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 、うん、めっちゃ重要やな、ここがずれたらほっ本当にこうやって私のところに相談来る、まあ、セックスって深い、深いし、もう宇宙の果てみたいなもん、うん、で、うん、本当に幸せ、うん、涙っていうところにも直結するのがね、うん、セックスだからね、うんうん、本当にここはもうしっかり夫婦でカップルでいっぱいセックスについて話してほしいなとね、ぜひ思いますね。僕らも話してみて朝ぐらいまで話したけど、めっちゃあの日もめっちゃ盛り上がった、5時やで、朝5時やでどうするもう起きるみたいになってね、あの日ね、めちゃくちゃ重要やな、あこれはもう皆さんにも共有したいな思ったよな。そう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 、はい、聞いてもらってありがとう、ありがとうございました。さあこれ お昼からちょっとまだ仕事続くんで、うん、ちょっと一発やって気合気づけしてまた昼からの仕事頑張りましょうか。よし行こう行こう、 OK、 エンディングだけしとけって言われたんでしときます。はい、というわけで12人産んだ助産師さこの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。はい、急いでるんでバイバイ。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当で